こんにちは、つよこです。さあ、ダイヤモンド続きやっていきましょう。さあ、今回なんですけどね、ずっとやってなかった地下潜ってみようかなと思います。ポケモンリーグで地下潜ったらどこ行くんだろう。ポケモンリーグから地下探検やっちゃおうっと。今回はよし、リーグの下、真下はどうなってる。ああ、なんか結構でかいね。わあ、ズバットとかいるよ。こういうとこには何にもないのかな。基本ポケモンがいるって感じなのかな。何にも調べないで来てます、今んとこ。そうだよね。で、キラキラしたとこに壁を、あるあるある、壁を掘れるんでしょ。これやっていこう。びっくりした、なんか落ちてる。何これ、何が切らん。よし、やってみよう。大きな反応3つ確認になって。じゃあ掘りやすいところから。ある。ある、ないね。ある、あー、ある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 。待って、何これ、なんだこれは、何ですか。わかんない。あ、ここあるぞ。よし、ここかな、あとは。あれ、なかった。え、どこにある、あと一個。あ、終わっちゃった。難しいね。白玉、何これ。綺麗な石の箱を手に入れたぞ。何が入ってんの。え、ギャラドスの石像が現れた。すげえ。楽しいね。え、なんかめちゃめちゃ楽しいんですけど。そんな石像とか入ったりしてんの。あ、あー、ある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 。効率悪すぎるかな、僕。これは？あら、ロトム。ロトムいつ会えるんだろう。何これ。そして炎タイプ、豪華だよ。おお、ブバン。え、しかも色違いじゃん。色違いだと何がいいの。あ、あー、でかいのあった。なんこれ、これ何？硬い石、青玉、炎の石か。進化するやつだね。なんか良さそうなの出ないかな。おお、なんか出た。何これ、すごっ、化石出てきたよ。貝の化石、やった、化石ゲットした。3つしか見つからなかった。白玉、青玉、そして石の箱。あ、ズガイドスじゃん。あ、あった。すごっ、何これ、何これ。熱い岩ん、なんかこれ色違うな。おお、なんかでかいのいっぱい。
よし。すげえ。楽しい。なにこれ。変わらずの石。あ、変わらずの石って結構あれじゃん。雷の石。さらに、え、これドラゴンタイプじゃないの。おお、ボーマンだ。こんにちは、ゆきです。化石、化石発掘の時間だね、ほんとに。あ、待って、ガブリアスいるやん。今のなんかポケモンのやつ何。普通に、よし、まずクイックボール、プー。どうだ、初手クイボ。まさか、よし。よし、やったー、ガバイト。ガバイトの鱗から作った薬が不治の病を治すと古くから信じられて、僕さ、地面だとばっかり思ってたらドラゴンついてんだね。ダメだね、僕はほんと。よし、かぶります。かぶりますにしよーった。普通に使えるんじゃない、もしかして。わあ、来ないで。あ、深丸とかいるやん、さっきのね、ガバイトの進化前。いいですね。あ、なんか向こうにめっちゃ化石、え、なんか赤いのあるけど何あれ。ちょっとあれ優先的に行ってみよう。赤いキラキラって何。あ、もしかしてあれ秘密基地か。思い出した、なんかもしかしてポケモンリーグから行ったのに、もうあの秘密基地の場所まで来たの。怪力かな。おお、本当に怪力だった。めちゃめちゃでもでかいねこれ。秘密基地でちょっと置いてみよう。うわ、でかっ。あ、ちょっと待って、でかっ。でかくて置けないじゃん。ボーマンダの、ボーマンダめたくそでかいね。ロトも置いた。色違いの石像って何が違うの。あ、ブーバーンがもしかして効果強くて炎タイプの効果になってるってことかな、これ石像の効果が。そうじゃない、色違いの方が多分効果強いんだろうね。よし、虫タイプ、なんだろう、ヘラクロス。どうだ。あー、ビークイーンか。あ、待って、この子捕まえたいな。ストライク、ストライクって確か捕獲要因になってなかったっけ。僕の思い出ではそうですよ。よし、まずはクイボでピュン。え、ルカリオの肉球かわいいね、あれ肉球。後ろどうだ、ワンチャンあるよ。あー、残念。なんでバトンタッチしてんの、ちょっとこれは頭が混乱する。なんでバトンタッチしてんだ。カチカチにして、よし。おお、剣の前とか使うんだ。剣の前峰打ちとかいいかもしれないね。いいポケモンがいっぱいいるじゃねえか、中には。選べるっていうのがいいね。やば、これ大丈夫これ。あー、なんとか捕まんないかな、しびれて。そんなに、ちょっとマジきついな。おーおーおお、やってきますね、ほんと。倒したくないんですよ。捕まんないかな。捕まっちゃえ、よし。
じゃあ OK。 多分峰内覚えるから峰内くんにしますね。いやーホクホク、もういいかなもういいかな、なんか満足したな。ちょっとただ化石ゲットしてるから、化石ってなんかどっかで戻せるんじゃないの。ちょっとここ掘って終わりましょうか今回。紅玉、雷の石、雷の石が結構増えてきたな。またドラゴンじゃん。なんだろう、ボーマンダ手に入れたよ。おお、ガブリアス、よーし。なんでしょう、ははミノマダム色違いでした。どんぐらい回った。あー、上の方をぐるっと回った感じか。あ、なんかでもあれだね、ポケモンリーグから行って右上から、右から行ったんだけど、他にもなんかワールドがある感じなんだね。これ全部向かうには相当時間かかるけど。ここだっけ、黒金炭鉱博物館。はいはーい、私ここでポケモンの化石の研究してます。ポケモンに戻しますか、お願いします。復元してます。ちょっとだけ時間かかるって、どんぐらいかかるんだろう。さすがに何日かかかるんだろうね。遅かったよって、おい、ちょっと待って、1秒もかかってねえぞ。オムナイトだよ、やった、オムナイトゲットした。かわいいね。よし、おつまみにしよう。あった、ちょっと待って、おつまみって強いのかな。あ、でもレベル1か。うっかりや、なんかあんまり聞いたことないよ、性格だな。特性スイスイ、雨の時素早さが上がる。おもろいね。そういえばガバイトと、ガバイトどんなんだったんだっけ。ガバイトとかも確か僕昔厳選して、確かサメ肌がいいんじゃなかった。サメ肌で勇敢、砂隠れ、砂隠れはあんま良くないっていうやつやなかったっけ。そうだよね、なんとなく覚えてるぞ。なんかあんまりこのガバイトはちょっと使えないっていう感じですかね。はい、ということで今回はね、ポケモンリーグから大洞窟ね行ってみて、いろいろ掘ってみたんですけど、化石もゲットしたし石像もゲットできたし、結構楽しめました。でもね、本当あのマップがめちゃめちゃ広くてビビっちゃった。あれはもうあれだね、あれはもう黙々とみんなやってんのかな。まあ普通に楽しかったんで、まあ普通に楽しかったですね。ただ多分ね、クリアした後の方が、クリアした後の方がね、ポケモンたくさん出てきそうなんで、いろいろね、もっと進めてからやっていきたいかなと思います。よかったらまた次回も見てください。それでは土の子でした。最後まで動画を見てくれてありがとう。おすすめ動画もよかったら見てね。チャンネル登録まだの人は登録もお願い。ゲーム以外の動画は実写チャンネルに投稿してるよ。遊びに来てね。 Oh yeah.